こんにちは。初心者からのウクレレ成長チャレンジ日記、ウクレレチャンネル後藤彩子です。今週は、甘色の髪の乙女、引き続き進めていこうと思います。それでは今週分のビログとなります。どうぞ。先週一旦の楽譜をちょっと作ってみて練習してみてっていう感じだったんですけど、早速ねこうちょっと E マイナーのコードを E って書いてたりとか、ちょっといろいろねミスも見つかりつつ、まあいつものことなんですけどミスも見つかりつつ訂正して、あとまあこのコードにちょっと決めて練習しようと思った感じを、今週はアップしたいと思います。もう最初のね1段目から、E マイナーのところを E って書いてあったので、そこも早速訂正しています。甘い色の長い髪を風が優しく包む、乙女は胸に白い花束を。ということでこんな感じで練習を続けたいと思います。ところどころちょっと歌詞がね一番のままになっていたりとか、コピペがバレちゃいますねでとか、コードが書いてある、名前とポジションがちょっとね違ってたりとかしてるとこがあったので、まあ、気づいた限り、まあ、今回ちょっと直してアップをし、来週は完成に向けてまたね続けていきたいなと思います。だんだん暑くなってきましたので、熱中症など結構梅雨の時期からもねあるそうなので、熱中症など気をつけながら、過ごしていきたいなと思います。皆さんもどうぞお気をつけてお過ごしください。ではまた来週ご視聴いただけたら嬉しいです。それでは本日の楽譜情報です。
視聴くださいましてありがとうございました。ウクレイチャンネルでは毎週木曜日夜アップの予定でいます。チャンネル登録やグッドボタン、コメントなどいただけましたら本当に嬉しいです。それではまた来週ご覧ください。